新麻婆豆腐の素を使って麻婆春雨を作ってみました。中華鍋を加熱してサラダオイル大さじ2くらい入れます。中華鍋が温まったらひき肉、人参、長ネギを入れて炒めます。よく炒めたら水を 100cc と新麻婆豆腐の素、茹でた春雨を入れてよく混ぜて煮込みます。3分加熱したらニラを入れ1分加熱します。水溶き片栗粉を入れたら手早く混ぜて火を止めます。完成です。新麻婆豆腐の素は辛いので、辛いの苦手な人は辛みの少ない麻婆豆腐の素を使ってください。うま辛で美味しかったです。よかったら作ってみてください。